友月郎記念館、桑原塾は、善光寺街道の宿場で、住所表示の長野県千曲宿和原の一部である。善光寺へと至る、善光寺街道で最大の難所とされる、猿ヶ番場峠の東側山麓にあり、室町時代から、戦国時代にかけて、北にある塩崎城に寄った赤沢市の配下に、桑原市の名があり、古くから集落が形成されていたことが伺われる。 天正10年に、東日山城の築城に伴って隣接する東日山の町割りが行われ、以後宿場町としても、市場としても繁栄した東日山塾の陰に隠れた存在となったが、難所を控えた立地から、町城藩の天馬として残された。明治以降も、木と絹織物などを扱う一大商業地となった東日山の影響で洋産が盛んに行われ、 今も換気用の腰屋根を有する当時の家屋が、宿場町の面影と共に残されている。演起式神明庁書祭とされる古社、春田神社も近い。近年温泉が開作され、日帰り入浴施設、スケノ川温泉竹林の湯が営業されている。一般に雷除けの呪文として使われる、桑原桑原は、この地の伝説に由来するとする説がある。ありがとうございます。